ティモテー・アトゥバは、カメルーン・トゥアラ出身の同国代表元サッカー選手。ポジションは、DF、MF。2000年、アフリカネーションズカップで優勝した。2003年、フィファ・コンフェデレーションズカップで準優勝した。2004年のアフリカネーションズカップで活躍し、2004年6月には、トッテナム・ホットスパー FC と契約した。1年を。 イングランドで過ごした後、2005年7月にハンブルガー SV へ移籍した。2006年 UEFA チャンピオンズリーグの PFC チェスカモスクワ戦において2失点に関与したアトゥバに対して、スタンドのファンからボールに触れるたびにヤジが巻き起こった。アトゥバはそれに対し中指を突き立て、69分に交代した後も罵倒を繰り返した。 スタンドからはビールと思われるカップが投げ込まれるなど混乱し、レフェリーにより交代後にもかかわらずレッドカードを示された。2008年アフリカネーションズカップで準優勝したが、有望株の部のは明日エことにポジションを奪われがちになった。2009から10シーズンよりマルティン夜の誘いを受けてアヤックスアムステルダムに遺金なしで加入した。とはトッテナム。 ハンブルガーでも同僚だった。翌シーズン限りで同クラブを去りフリーとなった。2012年11月11日、セグンダリビジオンのユ d ラスパルマスに加入することが発表された。ありがとうございます。